お疲れ様です。FX の5日公開の時間でございます。いただいたシートを添削しているわけなんですけども、今ね、上昇圧力がずっとある中で140円に達したわけなんですよ。で、140円ってのは、136円、137円、138円というふうな円刻みから10円刻みに乗るところなんで、投資家さんの心理としては、ちょっとフェーズが変わったなっていうふうに思う方多いと思うんですよね。というところで今回のチャートなんですけども、おそらくねここを頂点にして、今テクニカル的にはここでバイの方に行くのかセルの方に行くのかっていう風に見てるところなんですけども、まあ通常考えればね五分五分から上昇圧力の方が勝つわけなんですけども、先ほどの理由からねここを更新しないんじゃないかなっていう風に考える方が合理的かなと思います。もちろんテクニカル的にはね五分五分なんですけども、まあでも五分五分とはいえども今回はそうじゃないんじゃないかなっていうふうなね、投資家さんとしての気持ち、今度はね自分の気持ちですよ、自分の気持ちが入るんですよ。でなんで自分の気持ちがそう入るかっていうと、他の投資家さんはどう考えてるかなっていうふうに考えを巡らした時に140円っていうのがやっぱり一つのねポイントになるんですよね。まあ結果はどうなるかは分かりませんけども、考え方としてはテクニカル的にはこのレンジオプションを組んだのはよろしかったんじゃないかなと思います。でこれはブレイクアウト用のレンジというやつでね、このレンジ内でバイセルで取るというよりもこのレンジを超えてどっちかの方に抜けたらそっちの方についていくことによって利益を出そうかなってとこなんですよ。でセルの方向にそのまま行くかどうかっていうのはねなかなか判断しにくいところなんですけども、まあバイの方向に言ってもねこの壁できっと遮られて下の方に戻ってくる、つまりは140円台をキープするんではなかろうかっていうふうに考えますね。で、書いてあるこうコメントなんですけども、140円台に乗ってからレンジのフェーズが変わったような気がします。この気がするっていうのはまあ確かにその通りなんですよ。でその気がするっていうものを、中級者もしくは上級者の投資家さんっていうのは気がするレベルじゃなくて根拠を持ってそれをね、気がするレベルまで押し上げていってるっていうところなのかなと思います。もちろんねここで大きな玉が入るとか大きな材料が入るみたいなことになってくるとこの140円いくかどうかわからないフェーズが打ち破られてね141円2円っていうのに伸びたりとか、逆にですよ逆回転して139円138円みたいな流れがね急激に起きることも考えられますけども、今のところそういった材料がないんで横ばいに行くんじゃないかなっていうのが最も有力なね考えになります。で横ばいはどの範囲で起きるかっていうとこの赤い線2本がありますよね、これを上底過程としてこの間で起きるんではないかなっていうふうに考えますね。とりわけ今日火曜日なんですけども、今日の時点ではしばらくこの間での推移が続くんじゃないかなと。だからブレイクせずにこの内側で上下すると、でもレンジオプションでこの内側で勝負するにはちょっとね、上下の幅があんまりないかなっていうところで、なかなかエントリーは難しい、そんな時間を過ごすんじゃないかなと思います。結論ブレイクアウト時のエントリーポイントを丸としてますっていうのが正解になると思うんですよ。ブレイクアウトした時だけちょっとねエントリーしようかなっていうところになりますね。まあ、そのブレイクって言ってもそんなにたくさんブレイクしないと思いますんでね、この黒いところをブレイクしても黄色い、まあ赤いところで引いてますけども、せいぜいこの間ぐらいまでかなっていうところですね。40ピップスぐらいが狙えるかどうかっていうところで、まあ30ピップスなり20ピップスなりが倍で取れれば御の字と。で、セルの方は、どこまで行くか分かりませんけども、そうですね。まあ、精一杯伸ばしてここまででしょうね。だからやっぱり下に伸びても30ピップス前後が取れるかどうかっていうところだと思いますね。大筋ではこういうふうな赤で囲ったレンジオプション。広く見積もってもこの下のねレンジですね、黒いところここに行き着いて落ち着くんじゃないかなってことですよね。だから139円に行っても139円の半ばから後半ぐらい、60とか70ぐらいで、まあ価格ってのは落ち着いてしまうんじゃないかな。最大行っても139円のまあ50とかそのあたりまでのような感じですね。まあ、そのぐらいしかちょっと今読み取れないと思います。大筋では横ばいだということで、今回のシートは解説を終了しようと思います。それではお疲れ様です。